優先度継承の例。図中の2から3の間で一時的にジョブ J3 の優先度が上げられている。優先度継承とは優先順位の逆転を防ぐ手法の一種である。この手法を用いると、プロセスが獲得済みのリソースが解放されるのを待っている。他のプロセス群の最高優先度を現にリソースを獲得しているプロセスに与える。 優先度継承プロトコルの基本的な考え方は、J というジョブがより、こういう先度のジョブ群をブロックしているとき、J が本来の優先度ではなく、それらジョブ群の最高優先度でクリティカルセクションを実行するというものである。クリティカルセクションの実行を終えると、ジョブ J は本来の優先度に戻る。例えば、J1、J2、J3 というジョブがあり、 優先度は J1 が最高、J3 が最低とする。J3 が共有リソースを獲得しているために J1 がブロックされているとする。優先度継承プロトコルは J3 が J1 の優先度でクリティカルセクションを実行することを要求する。結果として J2 も J3 に先んじて動作することができずブロックされる。つまり本来優先度の高い J2 が J3 の実行を 待たなければならなくなる。J3 がクリティカルセクションの実行を終えると優先度が元に戻されブロックされていた J1 が起承する。J1 は最高優先度なので即座に実行権を J3 から奪い完了まで処理を行う。その後 J2 と J3 がスケジュールされ完了まで動作する。本来の優先度継承プロトコルには以下の2つの問題がある。 デッドロックを防げない状況がありうる。ブロック化の連鎖が形成される可能性があり、そのブロック期間は有限だがかなり長期化する可能性がある。ありがとうございます。